72年前にアドジを亡くしたピアノがあります。アドジの名前は川本明子さん。明子さんはショパンが好きでした。明子さんはどんな音を奏でていたのでしょう。どんな思いで。明子さんのピアノは被爆ピアノと呼ばれています。原爆の熱と爆風に耐え、全身傷を受けながらも調律と修復を施したピアノのことを言います。でも調律をされた境原さんはこう語られます。ガラス、爆風でガラスが突き刺さっています。ですので、一般的に、被爆ピアノとも呼ばれますけれども、私たちは、明子さんのピアノとお呼びしてます。明子さんの家のそばに住んでいた二口富江さんは約10年前に明子さんのピアノを譲り受け、ずっと平和活動をされてきました。二口さんに明子さんについて教えていただきました。明子さんが被爆した後の最後、川本明子さんはアメリカで生まれ、7歳の時家族と一緒に帰国し広島に住みました。ピアノも一緒に日本に来ました。明子さんは幼い頃から毎日日記を書いていました。そこにはピアノのことがたくさん出てきます。今日もピアノを習いに行きました。月曜と水曜と金曜にピアノを習います。今日から毎日習うことになりました。おじいさんにピアノの本とお弁当を持ってきてもらいました。畑先生のところへ行ってピアノを習いに行きました。そうした中で戦争が始まり、次第に悪化してきました。父は勉強せよと言ってくださるが、どうも母が反対なので困る。こんなに食べ物のことで朝から晩まで時間を費やすのが女の仕事かと思えば、何をしに生まれてきたのかわからない。勉強ができない。私にとって今一番情けないのはこのことだ。そして昭和20年8月6日、勤労奉仕に動員され市内で被爆しました。全身傷を受けながら川を泳いで渡り、必死で家にたどり着きました。しかしすぐに気を失い、翌日の7日帰らぬ人になりました。その時、明子さん19歳。その後約60年間、御嶽の山の上から広島の町を静かに守っていたピアノは、二口さんと境原さんと出会い、よみがえりました。これだけの年数が経ってますので、弦も何本か切れてましたし、フェルト類がですね、もうかなりズタズタな状態だったです。なので、実際に弾くことはできない状態ですね。音は出ますけども、できるだけもっともっとあったものを、使いたいと思いましたので、一つ一つ分解して、直したところもありますので、かなり時間もかかりましたし、それは大変なところでした。明子さんのピアノが牛田中にやってきました。お母さん、赤いトマトが食べたい。それが明子さんの最後の言葉でした。今も残っている大きな柿の木があります。その柿の木の下でご両親は我が娘を抱いたんです。親は我が子を自らの手で燃やさなければいけない。なんて辛いことでしょう。そしてお母様は明子さんが残したもの全てを大切に
保管されました。そのうちの一つがこのピアノです。体育館で行われた被爆ピアノコンサートは、ピアノ演奏のほか、それを伴奏にして楽器を奏で合唱したりと、とても温かい会でした。私たちもピアノを弾かせていただくために堺原さんの工房を訪ねました。鍵盤に指を置いた時から不思議な感覚に包まれました。自分が弾いているのに自分が弾いていないような、そこから生まれてくる音は柔らかくてどこまでも優しい音色でした。8月7日二口さんへの取材と打ち合わせに行ったとき、そこで信じられないことが起きました。世界的な大ピアニスト、マルタ・アルゲリッチが現れたのです。コンサートのため、広島に訪れていて、このピアノの話を聞き、訪ねてきたのでした。そこにいた誰もが息を呑んで見つめました。後日、アルゲリッチさんはテレビの取材でこう語りました。このピアノはショパンが好きみたい。アキコさんが大好きだったショパンをこのピアノは忘れていなかったのね。アキコさんはショパンが好きで、よく弾かれてたらしいんですね。で、なんかそこでアルゲリッチ先生とピアノが対話できてるんだっていう、その感動が私は、とても強かったの、まだ今も昨日のことのように覚えています。そして今年の2月にはシャルル・オムランさんが、単なる被爆ピアノじゃなくて、そのアキコさんの19年のストーリーを持った、アキコさんの思いを音にできるようなピアノなんだなって思いました。アキコさんのピアノと呼んでほしい、その意味が少し分かった気がしました。私たちはピアノが弾けて音楽に感動できます。平和であることはなんと幸せなことでしょう。アキコさんのピアノはそのことを教えてくれました。